はい、皆様こんにちは、加用まりのでございます。本日はですね、簿記の資格の勉強方法ランキングということで、ビズヒッツさんが477名にアンケートをしたですね、結果を、まとめていたサイトがあったので、これをご紹介したいと思います。簿記のですね、勉強方法、様々あると思うんですけれども、第1位がですね、参考書テキストを読むということで、243人、これつまり独学ということですね。私もですね、簿記の資格を、持っていますけれども、3級に関してはですね、本やなんかで買ってきたテキストを読んでですね、そのまま受けて合格したという経験がありますので、3級に関してはですね、この参考書テキストを読むことで、十分合格できる。で、2級に関しても、私はですね、大原とかの予備校を使いましたけれども、独学で、合格される方も、2級に関してはいるというふうに認識しています。ただですね、簿記の資格って今2級がですね、昔と比べてかなり難易度上がってるそうなんですよね。私がですね、受験していた当時は、もう8年ぐらい前かな、その頃はね、3級と2級をダブル合格するっていうのは結構スタンダードな、話だったんですけれども、今ちょっとですね、そういったのは変わってきているかなというのは、感じています。はい、そして第2位、問題集過去問を解くということで、これは、実際第1位と同じなのかなと思うんですが、115名いるということでね、問題集とか過去問解きまくって、合格するというのは、私なんかもですね、過去、宅建なんかもね、問題集とか過去問をね、ひたすら解き倒して合格したっていう経験がありますので、簿記に関しても、それができるのもあり得るのかなと思います。はい、で、高校第3位が、高校大学の授業で取ってしまうと、もう授業だけで取っちゃうということですね。101名、これはやはり学生さんとかでね、工業高校とかいろいろ、簿記の学習なんかをですね、簿記の、講義を受けることによって、そのまま取得するという方もいるのかなと思いますし、3級に関してはですね、それが十分可能なのかなと思います。この、簿記資格勉強法ランキングというのはですね、何級かというのは書いてませんので、その目指すべきですね、ランクによって勉強法っていうのは変わってくると思うんですけれども、3級程度であれば参考書買うとか問題集解くだけとか授業を受けるだけで、取得も十分可能かなと思います。そして第4位が専門学校ですね、54人、タックとか大原とかの専門学校に、通って取得するということで、これはですね、一番効率がいいです。3級でもですね、確かに本屋とかで買ってできるんですけど、もし予備校を受ける余裕があるんであれば、もう予備校を受けちゃった方が簡単かなと思いますね。理解も進みますし、やっぱり参考書とかテキストだけって自分の中でですね、頑張って理解してやるしかないんですけれども、やっぱり講義とか受ければですね、自分が、持てるその視点以外の部分からですね、学習することができるので、やっぱり効率がいいにはいいですよね。私も2級に関してはさすがに大原で、講座を取ってね、勉強しましたけれども、特に1級を目指すんだったら、もう独学は多分ね、ほとんど不可能だと、感じてますので、目指すべきレベルによって、勉強法っていうのを変えてもいいのかなと思います。そして第5位がですね、YouTube を見る、これがですね、時代を感じますけれども、38名ですね、いらっしゃいました。で、 YouTube 見るっていうのは、YouTube のですね、動画で、ある種講義を受けるような、状況になってくるのかなと思っていて、でそのこのビズヒッツさんに関してはですね、どの YouTube を見た方がいいかとかっていうのは具体的に書いてなかったんですけれども、私が知る範囲でですね、その YouTube で簿記の学習をするのにですね、非常に有効なチャンネルとして2つご紹介させていただきますと、福島正幸さんというですね、YouTube チャンネル、これはですね、簿記系 YouTuber というふうにね、言われてまして、なんと登録者34万人いるということで、 USCPA の方がですね、運営されているチャンネルです。はい、でこれは簿記系 YouTuber の本当に代表者ですね。はい、そして2つ目はですね、芝山 YouTube 会計大学ということで、登録者 2.62万人いらっしゃるチャンネルです。で、こちらはですね、皆さん見ていただければ分かると思うんですけれども、もうすでにですね、この YouTube 上で、講義をしているということでね、過去問なんかもダウンロードできて、ある種ですね、もう無料の予備校状態であるとも言えるかなと思いまして、こうやって YouTube をね、見てね、 YouTube だけで合格してしまうようなですね、方もやっぱり増えて
ってくるのかなと思いますから、まあ本当にね時代を感じさせられますけれども、ただまあやっぱり簿記の3級2級まではねこれでいいのかなと思います。で私がまあ8年ぐらい前にね簿記の学習してた頃は YouTube で撮るなんていうことはなかったですけれども、まあ今ね YouTube とかでもね宅建もそうですけれども、比較的ですね、中級程度の資格であればですね、こういった取得の仕方も十分あり得ますし、まあもしかするとですね司法書士とかもワンポイントであれば講義とかね、どんどん出てくるようになってくるのかなと思いますので、まあ皆さんにはですね、自分のレベルとそれから目指したい、ゴール、比較して足りない部分をですね補う、まあ、コンテンツとしてですね、まあ、ワンポイントでもいいですし、まあ本当にレベルに合わせてですねこういったものを活用していただければというふうに思います。はい、ということで、ね、本日はですね簿記資格勉強方法ランキングということで、まあ、ご紹介させていただきました。大事なことはですねどの資格においても継続するということですのでね、皆さんぜひ頑張っていただければと思います。ということで今日は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。